千葉ロッテは11月13日、元メジャーリーガーの大川智和氏のコーチ就任を発表。球団発表では、背番号や役職名は明かされず、後日発表されるとのことだ。ロッテは公式サイトに大谷コーチのコメントを掲載。その中で、同志は意気込みを語っている。選手時代に在籍をしていないチームにコーチとして呼んでいただくのは初めてのこととなります。 コーチとしてやらせていただけることを非常に光栄に思います。選手の皆様が持っている力を存分に発揮してもらえるように一生懸命、サポートさせていただきます。新しい経験となりますので、選手の皆様と同じく自分自身も様々な経験をして学び、成長できればと思っています大谷氏は1994年にドラフト3位で、横浜 DNA に入団。その後、 米国に渡り、ボストン・レッドソックス、ミルウォーキー・ブルワーズ、モントリオール・エクスポズ、ワシントン・ナショナルズ、など6球団を渡り歩き、MLB で10年プレーした。その後は、米独立リーグなどでプレーし、17年の6月に現役引退。18年から昨期までフルス DNA の二軍投手コーチを務めていた。大家氏は、ツーシームやカットボール、 ナックルボールなど、あまたの、魔球、を武器に MLB でも実績を上げ、通算202試合に出場。防御率4.26、51勝、67敗、勝率、432,590奪三振の記録を残した。大リーグでプレーした右腕のコーチ就任にファンからは、大谷さん懐かしすぎる、え、大谷マジか。すごい、いきなりや、 唐突すぎて困惑 W、ロッテのピッチャーカットボールを覚えまくるな、え、びっくり、朗報、たまらんぜ、などと、驚きや歓喜のメッセージが寄せられている。また、同じく MLB でのプレー経験があるロッテ吉井正人監督や立山義則コーチとの、メジャートリオに期待の声も上がっている。